はい、2024年1月21日の撮影です。今日は日曜日です。広島に来てます。広島に来ててしばらくね、SNS 投稿が行われてません。どういう運動を行ってたかっていうのが、伝えられてない状況でした。っていう中で、まあ、広島の11月にご縁をいただいたゆらりというお店で、仕事の手伝いを行ってました。まあ、その忙しさがあって、特に、ね、自分の運動の輪作りの運動の連絡、案内をすることできてませんでしたが、一段落がつきましたということで、広島を、離れる時期が近づいてきました。そんな動画投稿です。あとは広島の帰りに四国でお世話になった方に挨拶をして、また別のところでうどんを購入して、皆さんにねお届けして帰ろうと思いますが、はい、なんとかじゃない、ちゃんと無事に、過ごしてます。まあ、この中で2日前ぐらいに風邪ひいて、ここ広島でめっちゃ風流行ってて、同じようにめっちゃしんどくなって、あのおかんがしたり、もうやっぱね寝てたいって思うような状況だったんですけど、無事に回復しました。皆さんもあの風邪お気をつけください。そんなとこですね。で、まあ、はい、よかったです。また新たなご縁もいただきました。そんな中で、私の取り組み、私たち輪作りの取り組みの中とはちょっと違うんですけど、私の取り組みの中で話長なんだあの仕事、飲食店の相談役っていうことも、始めることができます。飲食店を特にね、今まで運営したことない方で、その衛生面の管理だったり、どうやって売り上げ出そうということの相談をしたいということがあれば、ぜひご相談ください。そんなとこですかね。はい、まあ、そんなことが新しくできるようになりました。あとは、あ、そうそう、なぜこの広島に来てるかで、ゆらりにご縁をいただいてるかというと、ゆらりを運営されてる、経営されてる方も、自分のやってることはやっぱり公共、公のためなんだよ、その公の仕事として取り組んでる、言ったら、まあ、それで給料が出たら、あのみんなのね税金だったり皆さんの理解で、あの報酬が出たらいいっていう、そこまではおっしゃってないですけど、公のためを思って、みんなのためを思って、このお店を運営してる、維持管理してるっていう思いをすごく強く持たれてます。そのことに共感して、私もあのこの広島まで出向いて、ゆらりにできること何かないかなっていう思いで、お手伝いをさせていただいてますということで、その私や私たちの取り組む輪作りというのも公共の仕事、皆さんのためなんだよということで、その理解をいただくために一緒に運動に協力していただく、それは労務にあたる報酬を出していただくという理解を得るために、私自身はずっと企業に雇用されない形、皆さんの関わりの中で生活もできる、運動費も捻出できる、その関係づくりに取り組んでいますっていうのも、自分の生活だったり自分の活動の運動費を出してもらいたいということじゃなくて、私たち集まる、自分たち大体似たような主張を持っている人たち同士で自治を行う、自分たちで物事を決め合う、自分たちで責任を取り合える関係づくりを目指しています。ああ言ったら自分が、ああ言ったらこう言ったら自分が責任を持って取り組むということもそうですし、同じ思いを持って取り組んでいる人たちが、運動を続ける生活ができる関係づくりを行う、なので雇用を作ること、輪の中で経済を作ることで、輪の中の決め事を自分たちで行っていく、その自治に対して、向き合っていく、取り組んでいくということを、強く、私や私たち一緒に運動する方に求めています。それが自分たち、今の大人に欠けていること、できてないことなんだなと考えています。なので今までも、独り身の方もそうですけど、子供連れの方々とたくさん関わる機会があったんですけど、やっぱり、ね、子供に何々させてあげたいとか、自分があれしたいこれしたいじゃなくて、大人の自分たちが
自分たち集まる人たち同士で目標を決めて、そこに対して一人一人が責任を全うしていく、役割を全うしていくということができてなかったなということを感じるんで、自分たち一人一人の役目を明確にして目標を一緒に決めて、それに向けて取り組んでいこう、そんなことをに向けて輪作りは自分たちの暮らしを自分たちで作っていこうという思いを持って取り組んでいます。はい、だいぶ話が逸れてきましたが、広島に来てた、目的の一つはもう、いよいよ果たせそうですということで、あと無事に京都まで帰れるようにします。皆さんも風に気をつけてください。私も一瞬風邪ひきましたんで、大変でした。という中でゆらりも、私たちの輪作りの運動も、公共のための仕事だよっていう、皆さんのためを思って取り組んでるんだよっていう思いがあります。そんな公共のための仕事がしたい、公共のために思って取り組んでることがある、それを、仕事なり経済なり、発信したいという方はぜひ一緒に、運動していきましょう。そんな内容で1月22日の投稿を締めくくります。はい、皆さんも来週からまたいい週間をお過ごしください。そして1月もう終わりそうです。2月を迎えて、いよいよ次は春がやってきます。はい、2024年も楽しんで過ごしていきましょう。長くなりました。動画投稿以上です。